マジで久しぶりだ。挨拶がてらやっちゃいましょうよ。そちらの3人今から全員撮っちゃいます。以前超守備スカッドという、動画出したと思うんですけど、あれを今回ガチガチでやっていくという流れになっております。よそという感じ。やってるわーこいつ。飲むおかしいってちょっとなんかゴールキーパーセンスってやつが98。ちょ待って、出すとこマジでない。てか硬すぎんだけど。ちょ待って、多すぎるって。中央いすぎだし。おいおい危ねえな。ドンです。次回です。 AJ ユナイテッド、 お久しぶりです。あのさ、大変だったんだよ。マジでこっちがやばかったわ、本当に。それは知ってたんだけどさ、俺一人の動画だと面白くねえって暴動が起こってたよ。めちゃくちゃ楽しかったっすよ、俺は。やっぱ A さんがいねえと物足りねえんだよなっていう声がすごくて、やっぱさ、俺らは二人で一つだよ。気持ち悪いんでやめてもらっていいですか。動画的には3本ぐらいしか多分出てないと思うんだけど。そうだね。実際俺多分もう1週間以上。どこまで視聴者の方は知ってんのかな。いや、そんな細かく言ってない。喉の痛みがあるってとこと、で喉から時々出血が出たってところと、40度の熱があったっていうとこ。あの毎回喉からの出血毎回ありました。マジやばくて、あの先生にあの2種類目の抗生物質出してもらってるやつ、ね、いやいやいや、で2回目のやつでもう治んなかったら喉を切って、あの海を出さないといけないっていう話をされ、そんな大事なの。喉がすん、もうなんかなんつうの、まあちょっといい言い方すると大トロ状態。大トロ状態。それよく言い過ぎじゃない。さすがに霜降りみたいなさ、あ白い筋がバーってなってて、それはもう見えるの、その画像として。見える見える見える、見たい。え、あんの。いや一応あるけど。いやちょっと見ようよそれ。これ一応流す。あ、画像でってことね。あ、画像で。やばくない、マジでやばいね。これが全部海で、これやばいっしょ。こんなん見たことないわ。これをってどんな。マジ。でも2回目の抗生物質がもう一発で結構良くなって、いやだからね、ここほんと1週間以上かイーフト開いてないし、久しぶりにちょっとあの開いたんだよね。これ多分俺との差来たな。いやでも多分先輩、いやだってさ、だってボックンとかでやってるじゃん。そうだから、モサと戦ってるから、しかも2戦。それはさすがにちょっとで2回だけど、その経験っていうのはもう身になってると思う。いや俺はそのね、負けすら経験できてないから。で今回ちょっとあのマジで久しぶり、試合とか本当に1週間半ぶりぐらいなんで、まあ一旦ガチスカ、いやガチスカも控えてるんだ。ガチスカ対決じゃない、ガチスカ対決控えてるんだけど、うん、俺ちょっとガチスカで普通にちょっとあの戻したいわけよ。あーなるほどね。じゃあ俺は軽くセカンドチームぐらいでいくか。めちゃくちゃ余裕。じゃあなんかね、一応ここでガチスカとさ見せちゃうとあれじゃん、なんか調子が悪かったら切り替えで使ってる第2のガチスカみたいなのがあって、はい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 、ちょっとここでガチスカ見せちゃうのあれなんで、そっちで行こうかなと。まあちょっとウォーミングアップに付き合うよ。まあちょっとトークもちょっと戻していきたいね。そうだからちょっと選手紹介とかもさ、うん、なんか気合入んないんだよね今日。スイッチが入んないというかさ、だから先輩やす今日久しぶりだから聞いてから行こうかな自分。ああ、俺もうスイッチ入りまくってるからね。やっちゃおうか。よかったね2人で今日は食べて。いや本当だよマジで、一人でさ散々コメントなんて言われてさ。まあそのままやればいいんじゃない。まあとりあえずやっちゃおうが。いやだから気が張ってるねなんか。ということで、私のガチスカットセカンドチームとでも言いましょうか。フォーメーション 4-2-1-3 のショートカウンター、はいはい、ゴールキーパーダンナルンマ、フォーバック左から、レイニュード、リュカエルなんです、ネスタ、アロアベテク、ミッドフィルダーが3枚ですね。ダブルボランチの位置にザカリアバケライレリベリーで、スリートップがまず左ネイマー、右リオネルメッシ、センターフォワードにシェフチェンコ、サブがですね、ディ・ロレント、チャガイ、ヒロケ、ビエラ、バリオス、ムシャワー、ミッドーマー、グーティ、コン、ノ、キングスレイ、コマン、ガウさん、はいはい、おい、ガウさん、はいはい、おい、いやいやいや、なんかちゃんと、レオン、いやいやいや、なんかちゃんと、レオン、ちょ、見入ってしまったやつ、キリアン、ムッポペイ、やっぱ客観的にみんなが見れるね、やっぱ、少しは突っ込めよ、シャーラーって言ってる時とかの、なんか、かわいそうなって言うたもん、おい、人のことをかわいそうなって言うなよ。ということで、僕の久しぶりですね、1週間ぶりの戦いに、うん、ガチスカ、こちらになります。はい、ちょっと待って、やってるわー、こいつ。どうもえです。 AJ ユナイテッド、僕が一人ということはドッキリになっております。
お久しぶりでございます。マジで久しぶりだということで、もしかしたらね、樹海さんとこう撮影のシーンで、まあ、何が起こったのか説明してるかと思うんですけど、まあ、これもしかしたら途中でぶっ込まれてるかもしれません。そうなんです、僕今一人なんですよ。挨拶がてらやっちゃいましょうよということで、僕のファンも、全然大丈夫でございますと。まあ、本当にちょっと1週間ちょいマジで寝込んでたので、いいふとできてないんだけど、最新情報、だけですね、手に入れまして、これはやるしかねえということで、今回の企画ご紹介していきたいと思います。はい、こちらですね、チェフ、ビエラ、ジューベットシューバー、こちらの3人今から全員取っちゃいます。何をやるのかというとですね、以前超守備スカットという、まあ、動画出したと思うんですけど、あれを今回ガチガチでやっていくという流れになっております。いや、多分もうこれ復帰で、俺がね全然イフトを開いてない、もう情報も入ってない、久しぶりということで、肩慣らしという感じでね、先輩にちょっと付き合ってもらうという流れになってると思うんですけど、もうガチガチの守備型でいくんで、先輩多分調子乗ってると思うんですけど、じゃあ俺は軽くセカンドチームぐらいでいくかめちゃくちゃ余裕じゃな、多分ビビってんじゃねえかなと思います。やってるわーこいつ。はい、ということで、まあ、前回見てくれた方はね、思ったと思うんですよ、めっちゃ硬いボス君相手にも1点お墨付きのこの超守備スカットになっておりますので、さらにパワーアップさせちゃおうと、今回この3人お三方をですね取り入れていくということになっております。じゃあ早速ちょっと聞いていきますか。もうやばいな、ビエラか。ビッグタイムのね、ビエラ先輩持ってますけど、あれめちゃくちゃ強いんですよ。さらに強くなってんじゃないこれ。で、ジューベートシューバー、チェフ俺初めて使うの。ということで、引いていきたいと思います。ブラックフライデーのコインセールね、買っておりますんで、ちょっと増えましたけど、一番もう高いの出してくれよ、あったく。3人一気に引いていくよ。お、いやー、病み上がりってやっぱ優しいんだなー。コナミさん。本当に。復活、アカウントも結構ログイン全然できてなかったので、さらに課金させていこうというシステムになっておりますね。今まで課金どうなってたんねん、と。いう感じで、はい、チェフ来ましたよ。今からコナミさんの本気見せますからね。もう回収の鬼、本当にコナミさん優しいのがこっから分かってきますね。はい、こっから始まりますよ。もう回収の鬼来ます。でもこれ5000コインで全員引けたら超神引きなんで、まあ課金はねするんじゃないかなという感じではいるんですけど、本当はこれだって50回引いて1人来ればいいかなっていう感じなのでね、まあ、ちょっとハイライトの方見てないので、ハイライト強い選手いたよって方は教えてください。え、コナミさん優しいじゃん、どうした、どうしたのかな。まあ、絶対に課金はさせてくるんだけどね、優しいの今日。これはビエラですね、優しくない？あとちょっとさすがに2000コインで出るとは思えないけど、いや、ここでコナミさんの優しさがやっぱ試されるということですよね、本当に。さあ、これで課金するかどうか決まります。課金するかどうか決まります。一応音声入力のシステムも導入されてるということで、やっぱ課金はさせてくるシステムになっておりますね。これはまんまと乗せられましたよ。まあ多分こっから本領発揮ですよね。これで優しいかどうかはね、まあご覧になっていただければと思います。こっからマジで済ませようと思ってるんでね。今聞こえてますか、聞こえてますか、コナミさん、いきますよ。あー、ちょっとビビってきたね。ちょっとビビってるね。ハイライト出してきた。ただこっから油断しねえからな。こっからまた引くよ、また引きますよ。ツンデレすごいね、ツンデレが。まあ、あとはパワープレイなんで、まあ引いちゃうんですけどね、結局は。小出ししてくんな、マジで。ハイライト結構引いてんの。遠藤渡るだけじゃん。いや、遠藤渡るせっかくだから欲しいんだけど。おっ、来た。来ましたよ、ジーベイトシューバー。ジーベイトシューバーとか俺ガチスカ結構前のやつとか使ってましたからね。さあ、遠藤渡るは来ないと。はい、ということで早速ですね、ちょっとレベル上げの方をしていきたいと思います。
はい、ということでちょっとね、能力は多分スカッと紹介で紹介してるか、なぜ先輩があんな驚き方になったのかっていうのはちょっと戻って、本編で、ね、戻っていただけるとめちゃくちゃ面白いことになっております。そこでフォーメーション、そして3人の選手の能力どんな感じになったのかご覧ください。ということでドッキリスタート。どこが開いてないんだよ。開かなきゃ引けないやつら何体かいるぞ。これ勝手に降ってこないからね。でもなんか配布みたいになんかめちゃくちゃ入っていないよ。ないよ、こいつらは。ログインボーナスかな、これ。なわけないでしょうよ。とりあえず紹介させて。これ髪型引いたね、ブースター。紹介させてもらっていい？ガチャとか、この後、まあ、標高突破する気？いきます。ゴールキーパー、チェフ、ファイブバック。左からマルディーニ、ファビオ・カナバーロ、メッサ、トビアストビアスアラウホー。ミッドフィールダー4枚になっております。左のディフェンシブミッドフィールダーにファビーニョ、そして右ビエラ。おい、でこれおかしくないか。左センターミッド登録ジューベルト・シューバー、右ゴーローカーテ、センターフォワードリオネル・メッシ。久しぶりということで、なんかいろんな選手使いたいなっていう感じがしまして、リザーブですね、はい。フォワードをいろいろ入れ替えて遊んでいきたいなと思っております。ハレ、サラ、レバンドフスキ、モリエンテス、ムバペ、デルピエロ、レオン、トッティ、オーウェン、ビジャー、イザーギ、そしてエトー。これ後ろ変える気ねえな。楽しそう、楽しそう、すごい楽しそう。久しぶりこれできるから。これ僕くんさえもイラつかせたスカットだろ。あったっけそんな。あったよ。めちゃくちゃガチガチになってんじゃねえかよ。まあ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 。いつ引いた？いつ？もういつ引いた？前にいなかった選手が今いるんだからさ。まあいつ引いたかっていうとさっきよね。で、何これ？これはガチスカってことでいいの？まあ練習？さすがにこのスカットでまだ試合は行ってないってことだよね。そう、これも一応うちのチームだと8部です。なわけないだろ。ちょっと能力だけちょっと見させてください。ペトルチェフという選手ですね。知ってるよ。飲むでおかしいってちょっと。なんかゴールキーパーセンスってやつが98で、うん、言ってるね。多分少ない方だとは思うんですけど。いやめちゃくちゃ多い方だよ。こんな感じですね。あーでもスキル少ないな。10個入るんですけど、キーパーなら十分だよ。4つしか入ってないということで、まあ、低弾道俺ついてるのはね、かなりいらねえかなと思ってます。一番いるでしょうよ。あ、ビエラですね。192cm、ちっちゃいっすね。でっけえだろ。なんでキーパーから考える選手ね。はい、この能力ということで、うわーひどいな。どこが、まあ、インターセプト、マンマーク、まあこれでもうブロッカーなんかつけちゃったらまあ強いなっていう感じですね。まあ、ちなみにうちのビエラはブロッカーついてるからね。つけますから、これから。はい、それまた今度にしようぜ、ね、ジューベルトシューバー。てかちょっと待って、ジューベルトシューバーめっちゃ強くない？ジューベルトシューバー俺結構使ってたんだよな。スタミナも93。え、強っ。ジューベルトシューバー、ジューベルトシューバーがインターセプト、ブロッカー、エアバトル、スライディング、完璧なので一応ちょっとカンテとかの能力みな普通にポンって言いますけど、バカ強いんですよこのカンテ。強い、このカンテバカ強いね。ファビーニャもめちゃくちゃ強いんですよ。強いな。でこれはもうアクロバティック、エアバトルも一応強い、ね、完璧に作ってんな。一応ディフェンスライン一応みんな見ます、軽くざっと。これマルディンでしょ、うん、マルディンね。でカンナバーロ、カンナバーロ強いね。まあネスタ一番弱いんだけど、ネスタが一番硬いよね。トミヤスなんで91でいつもなんか結構言われるんだけど、これセンターバックガチガチにしててゴールキーパーにも振ってます。これゴールキーパー振ることによって、タルタポイント少なくジャンプを上げるというね。あー、なるほどね。でこんな感じですね。クソ強いです。で、メッシ見ときますか。あと一人なんでね、まあ、メッシもこんな感じで強すぎるね。この中だと一番弱いかな。一番強いよ。ちょっとやっていきましょうか。たださすがに負けらんねえよ。そっちは1週間ブランクあるからね。お手柔らかにとでも言いましょうか。よろしくお願いしますね。できるわけねえだろ、お手柔らかにそれ。いやいいんじゃないですか。まあ、リベリーとかめちゃくちゃ強いからね。言ってユナイトメッシもいるし、めちゃめちゃ層の厚い攻撃陣を崩せるかどうか。うわー、そのコメント見たわ。これイラストで再現してほしい、ぜひ。いかって言いながらカーン満タン入ります。きついって、そんな。いかって言いながらカーン満タン入ります。きついって、そんな。え、これ本当に硬いんじゃない？え、これ本当に硬いんじゃない？だって俺前に対戦した時にさ、めちゃくちゃ硬かったもん。久しぶりだな、これでもやるの。あの、僕くん以来かもしんない。ていうかさ、いすぎ、後ろに。ちょっと待って、多すぎるって。マジで僕くん以来だ、このフォーメーション使うの。はいはい。ただね、攻撃は、いや、まあ攻撃は無理だよね。いし、まあすね。いや、ただチェックね、パス精度とかはあんまないから、ちょっと危険だよ。いや、だけどさすがにちょっとぐらい隙はあるでしょ。ただストレスはたまるよ、この試合。いや、そりゃそうだ。ここは下げます。おい、後ろで回すな。いや、後ろしかいないんだもん、だってしょうがないだろ。来た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 。いや、ちょっと待って、マジ硬いんだけど。本当にマジで前メッシしかいねえじゃん。本当だよ、しか止まってるしね。
ちょ、待って、出すとこマジでない。歩いてんだけど。お、無理だ。ちょ、歩いちゃってんだもん、こっち。あ、いいよ。いやストレス溜まる試合だこれ。これね、ほんとストレス溜まる。だって、ボックン疲れてたもん。で、結構カンテが上がってきそうだな。なんか、カンテ上がるね。メッシとカンテのコンビが怖そう。うわ、危ない。こういうの危ない。もう本当に隙を狙うしかないよな。シェフチェンコしかいないから、そっちの頼み。なんか他のやつさ、あんま強くないみたいな言い方やめて。ただ向こうも得点しづらいからね。うん、いやこっちなんで得点しなくていいんだよ。ん。まさか PK 戦に持ち込もうとしてる。いやマジ得点とか。いやさ、 PK 戦強いからな。得点じゃないから。はいはいはい、こういうのが一番ありそう。シェフチェンコだけだからね。だけど本当にだけになっちゃってんだよな今。いやシェフチェンコやっぱね、シュートまで持っていくんだよな。そう、動き出しがね良すぎる。来ました、この守備陣をかいくぐったぞ。狙い手、いやスパイクもさぞいい匂いがするでしょう。くせえな。おい、くせえな、やめてや。さあもう、さあ問題はこっからだよな。もういっか。じゃあ何いっか、いくよ。さあもう、さあ問題はこっからだよな。いやー、もういいよ。いやー、戻ってきてる。さあ行こうよ。ザカリア、ザカリア、あーミスた。あ、時間稼ぎか。なわけないよ。早いってさすがに。だから俺のビエラより強いってことだもんな。そうだから、そのビエラをさ、俺持ってないからさ、うん、あ、そっか、比較が。そうだから俺ずっとさ、あのレジェンダリービエラ使ってたじゃん。確かにレジェンダリーでも全然普通に強いもんね。強い、わかんない。てかジウベルトシーバーの能力やっぱやばかったな。ジウベルトシーバーやばいね。いやー、マジか。あ、危ない。あ、サイドいるね。うわ、レイニュード、レイニュードと風見ろバカ似てんだよな。あ、似てるね。お前そっくりだ。あと先輩ね。てか硬すぎんだけど。マジでやばいわ、ちょっと中央いすぎだし。おいおい、危ねえな。中央いすぎだし。おいおい、危ねえな。負けれれ、負けれれってそんな身長ないよね。負けれれあんまないかな。先輩ぐらいかじゃん。俺よりは全然あるよ。俺ってみんな知らないようだけど163だからさ。2ね。ん ?2 でしょ。160、あ、そう。そういや、そうだった。自分で、すいません、失礼しました。サバ読んだ。そうだっけ、自分でチーターって言ってたじゃん。うわ、サバ読んだ。昔の身長を言ってしまいました。30年前ね。30年前は古すぎ。ちょっとビサカがちょっと調子が斜め下だったので社会に変えます。じゃあここからですね、行きましょうか。どんどんネイマールに変えてみと、どんどこどんどこ行きましょうか。じゃあエトー、一番嫌なやつ入ってきたわ。エトーがここからどこまでやってくれる。一番嫌い、ほんと一番決められてると思う。あの新しいブースターで一番いい笑顔してんだけどな。いや本当に笑顔がね一級品だよ。そう、真ん中の時ってあんまあれなんだよね。ちょっとエトー輝きがないっていう。あの俺の検証結果も出てるからさ。おい、輝きそうだぞ。うわ、ちょ、カカンテやんか。どってるゲームは。マジでエトーかと思ったよ。絶対エトーって思ってんだろうなって今思ったよ。いいね。そんなフォワードっぽい動き出する。いいや、10番だからね、うちの。マジかよ、あいつ。え、フォワード育成してないよね。ゴールキーパー育成です。ゴールキーパー育成。はい。じゃあこの後ゴールキーパーで。ダメだ。おお、シェフチェンコがやっぱ可能性ありそうだね。うちの期待の星。ふいか。期待の星。これ。よし。いいじゃん。シェフチェンコやべえマジで。シェフチェンコ決定力やばいな。シェフチェンコでしかシュートしてないよ。でしかってやめて。マジでシェフチェンコえぐくない。いや、えぐい。本当に。だけどそれと同じぐらいこいつやばいんだよ。めっちゃフェイントかけてくるな。まあだけどエースもまだ病み上がりだからな。今チャンスよ本当に。だこれでガチスカッツ対決弾みつけるから。いや本当にここさ勢いつけとかないとさ。うん、マジでね。ガチスカはここで負けたら本当に悲惨なことになりそう。
よし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 よだから、まあ、実質ドッペルゲンガー合わせて江藤2得点ね、こっちは。なんでさ、守備的なのにそんな攻撃もいけますみたいな感じになってんの。だってもう知らない間にもう外したからね、あの守備。ひろき、頼む。こいつやべ、こいつやべ。あー、危ねえ。ちょ、待って、アラコも結構前がかりじゃない。あ、やべえ、今の今さっきやられたパターンだったぞ。あぶね、足引っかかってよかったわ。はい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 、ダブルエトーのツートップみたいになってる。なんで守備より攻撃しかっちゃってんだよ今。ほんと苦手だわエトー、ほんと苦手だわエトー。お、いやー流れてきた。あー、いや非常にいい流れですよね。いいよ、マジか。いやー、よしよし、吸いついたけどな。助かった。これはディフェンスのファインプレーでしたよね。うわ、防ぐチェイフ。チェイフね、近距離めっちゃ防ぐって来てたんだよな。誰情報だよ、実況者の方もさ。すぐ、いや、見るから、見てから引くかどうかとか決めるからさ。自分実況してんだから自分が評価しろや。いや、まあ本当はさ、それやんなきゃなんないんだけどさ。俺ってプレースタイルどんな感じなのかな。先輩、うん、先輩レッツゴーだよね。おい、分かりやすいのやめて。なんか特殊能力、なんかプレースタイルに特殊能力的なやつがついてるとすれば、うん、なんか先制点とかある。あと一発やね。怖い。じゃあここでさらに虫洗い行こっかな。ムバッペ行こう、ムバッペ。久しぶりにムバッペも使っていこう。これね、シェフチェンコは帰らんねんだよな。シェフチェンコしかいないもんねやっぱ。おい、いないってのはやめてくれ。ムバッペとかも行けっから、でしかも俺なんか最近さ、マジで、うん、キーパー身長高い方がやっぱ強いんじゃねえかなって思ってきたとこだったんだよね。ここザカリアでいいロングパス。いや、クロードいいんだよね。いい動きするよ、クロードは、うん、仕事人だよな本当に。だからはい、ねえや、てかビエラとか結構パス正確なんだよな。あれ、あれ、そんな病み上がりの方に負けるわけにいかねえよ。いや、まあまあ8部だしね、こっちは。こっちとらボックンと2戦やってるから8部っておかしいし。あ、怖い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 、あ、こういった最後組んだよね。シェクチェンコ、いや、最後までシェクチェンコ。いやー、なんか全然ダメだ。めちゃくちゃ良かったの。全然ね、クソだな、マジで。めちゃくちゃ良かったよマジで。にしてもしてるじゃん。これどういうことなんだろうな。ん、枠内そっち5本なのに4セーブで2って。確かに。いや、このね、最後にこのイーフトの七不思議ということの一つで終わりましたけど、あとは七不思議の一つにですね、先輩のメガネはもしかしたら度が入ってないんじゃないか説。入ってるわ。入ってました。いや、一つ七不思議の一個が解決しました。イーフト七不思議。なんでそんなのをさ、不思議と思ってたんだよ。